全店舗のその売り上げを出しちゃってもいいし、はい。まあいいところと悪いところを見せてもいいし。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。治るの進捗ということで。はい。で、最近もね、Facebook かなんかの投稿見ましたけど、オーナーさんとご飯食べたり、なんか、和気あいあいとした雰囲気ですね。あ、そうですね。最近行ってすごい盛り上がりましたね。で、ちょうど1週間前ぐらいに西川口がオープンしたんですよ。で、これがもう5坪、家賃5.5万みたいな形 で。新宿院越え？そうです、そうです、そうです、そうです。 やばいね。体験会の時だけプラスワンベッドで合計、まあ、ギリギリ2を置けるみたいなところなんですけど、まあ、そこが集客しっかりできて、スタートは今軌道に乗っていい形で進んでるみたいな。ここちゃんと機能すれば家賃5.5万なんで、利益率的には1人体制でも十分出るみたいな。すごいね。西川口とかとはいえ、はい。家賃5万5千円。しかも路面です、一応。へえ。で、信号がすぐ手前にあって、夕方になると渋滞が起こる。おお、じゃあ目立つんだ。あ、そうです、そうです、そうです。光って。はい。なん家賃で、5万5千円、看板かと思うよ。流行ってきたらね、移転したりとかすればいいしね。ずっとそこでやろうかなって感じ？そのオーナーは横にパーソナルジムとかがあるんで、できればその建物をもうヘルスケアビルみたいな感じにしたいらしく。で、ただまあ、すごいいい感じで品々もまあ埋めたんで、結果良かったかなっていう。オーナーさんと集まるとどんな話になるの？まあ、スタートは僕が何してるかみたいなのになりましたね、ちょっと。何してるってはのは？い。どういう動きしてるかみたいな。おお。で、なんて答えたの？集客とか、今の新店舗なんですけど、来年以降、今の体制で大量出店ってできるんですかみたいな。若林さん、どうやって動くんですかみたいな。そういう心配をしてくれるような質問が多かったんで。なるほどね。割とじゃあオーナーさんたちも若林さんが手厚くやってるっていうふうに思ってるから、これが10、20とかいきなりできたら心配だということはね。あとはどうせやるならやっぱり業界ナンバーワンまで持っていってほしいみたいなあことを言ってくださあ、なるオーナーがいて、でそのためにはこことこことここもうちょっと強化したいよねみたいな、そういう感じの盛り上がりもできましたね。いいじゃないですか。どこを強化してほしいっていうのが具体的にありました？オーナー目線で言うと、一番は心配要素として人っすね。ああ、採用ね。採用と教育のところで、この業界がやっぱり結構、まあ、ブラックってブラックって思われる業界でもあるんで、拘束時間長かったり、この辺を本当に設計し直して、従業員が楽しく働けて、仕組みでちゃんとある程度売り上げが作れる状態になったら、みんなこっちに来たくなるよねみたいな。そこを作るために、もうちょっとこういうのしていこうみたいなとかっていうのが話に出ましたね。まあ、ゼロ時募集のオーナーさん、本当めちゃくちゃ積極的にいろいろ参加していただけるんで、すごく助かります。まあ、そういう人しかやっぱりゼロ時では来ないんで、あの段階でやっぱり、手を挙げていただいてる方なんでね。だからゼロ時っていうふうに言わなきゃダメなんで。説明会ではもう本当に超リアルな数字を出数し字を出してて、そうお伝えするみたいな形で大丈夫ってことですよね。です。ゼロ時募集でこういう結果が出て、この結果についてこう分析したから一時募集できますっていう、そういうのがもう0時から1時だから。全店舗のその売り上げを出しちゃってもいいし、まあいいところと悪いところを見せてもいいし、うまくいった部分悪かった部分とかをオープンに話していくって、リスクもしっかり分かってもらってっていうのがいいんじゃないですかね。最大何件大丈夫なんでしたっけ？それも説明会当日に言うんでしたっけ？そうですね。今回はまあ人が決まったら契約というんで、その前にもちろんそのこのエリアでやりたいっていうことは言っといていただいて、人が手当てできたら契約っていう形で進めていくっていうことなんで、最大どうだろう、それは若林さんのところでどれだけ採用ができるかっていうことにかかってはくるわね。以前の動画で多分流したっていうのもあって、4、5件もこのエリアでやりたいですみたいな個人いいでね。来てますね。で、なんかちゃんと当日説明会には行くんですけど、一応先に報告させてもらいますみたいな。いいね。特に京都と名古屋っていうワードを一回僕が出しちゃったんで。ああ言ったらね、やっぱりそれは有利だと思うよね。採用の方はどう？なんかそれ以来増えてるかね。チャンネルもね、こちらのチャンネルなんで、よかったら皆さんね、登録してほしいんですけど、集客向けの方もあるし、そのセラピスト向けの方もありますよね。セラピスト向けのやつは順調に動いてますね。なるほどね。それどう？やっぱ応募ある？あ、応募はそこから LINE に移行してちらほらあります。で、今日も1人面接を別の人がしてて、これが終わってから僕は新宿行ってみいっそのことその YouTube で採用イベントというか、なんか
イベント開いちゃえば。それはあの来年の1月とかに一応組んでた感じなんで。ああ、そうなんだ。ホームページで一応ナウルスクールっていう形で作って、でこれを来月公開して、まあ、そこにもう勉強したいっていう人をまず集めて、会員に入って勉強してくれてる人から採用していくみたいな。ああ、いいね。形にはしようと思ってるので、まあ、先にちゃんと学んでいただいて考え方を分かってもらった人を採用するみたいなところに持っていこうかなっていう感じですね。集客の媒体だけじゃなくて採用の媒体も持ってるっていうのはね、まあ、すごく強いですよね、うん、大きくなっちゃいますね。本来は来年の春ぐらいからって思ってた頃前倒しだから、100店舗になるのがまあ割と早まるんじゃないですか。業界1位になるには何店舗必要なんでしたっけ。355位ぐらいですかね。はあ、なるほどね。体ファクトリーが一番でかいかな。そこですね、うん、はい。まあ、あとオーナーさんからはアプリ進捗どうですかって言われるんで、ちょっとここはまあそれは最初ね、そこから始まってるからね、うん、半年や1年でできるもんじゃないですよというのは理解していただけると思うけれども、うん、まあ、こういうふうに言ってるっていうふうに思えないんだろうね。今ここを改善しててみたいなことは言わないといけないと、ね、うん、めちゃくちゃ難しいアプリじゃないじゃないですか。いや、そうなんですよ。シンプルなアプリじゃないですか、はい、それを若林さんクラスがしっかりやってもなかなか、ね、半年1年じゃどうにもならないっていうところがアプリなんですよ。いや、だから最近は令和の虎でアプリの話が出たらいやそれ絶対きついねって思いながらちょっと客観的に見てますね、うん、やっぱり自分もねそういう経験があったし、周りでもそういうことがあったから、アプリがなかなかうまくいかない間に実店舗がね、あの広がっていって、そしてアプリがすごいいい感じになった時に実店舗で一気に広がるっていうね、いまあいい準備が整ってるんじゃないかなっていう、どこかでこういくんじゃないかなっていうのはね、すごい期待しちゃいますね、はい、うん、でももう少々お待ちください。アプリって難しいんです、はい、元々アプリから来た人だからね、うん、まあ、でも僕の立場から言うと、でアプリで行かないで実店舗だからフランチャイズの方に来てもらったんで、フランチャイズ業界に、まあ、若林さんという人材が来てくれたということでね、アプリのおかげだなこれもね、うん、なんでね、今後もねアプリ作りたい人はまずはその業態でフランチャイズ展開僕たちにお願いした方がいいと思います一時募集のね加盟説明会もね、楽しみですね、どんな人に出会えるのかね。そうですね。また、いや、武田塾でもゼロ次募集もすごい人来ましたけど、はい、その実験が終わったんで次一時募集ですって来た、まあ大オーナーはいっぱいいますよね、うん、例えば大阪のね K オーナー、名古屋の浜島オーナー、小泉オーナーだってそうだよね、その時期だよね、うん、原山オーナーだってそうだよね。武田塾の場合は一時募集で初めてこうアントレに露出するっていうね、うん、そうなんですね、ことがあったから、ね、やっぱり初めてのに反応した人たちだからね、うん、それまではだって本当に知人の知人だから、そうだ、めちゃくちゃアントレディスってるけど、僕たちはアントレのおかげで出会ったすげえオーナーもたくさんいるんですよ実は、ね、その感謝の気持ちは持ってるんですけどディスってるってねゼロ字もすごかったよ、はい、だって大浜くんゼロ字だから、ね、よいしょ、ゼロ字っていうかまあ紹介ベースだけど、はい、一時もすごかったのよこれ、うんうん、特に一時の初期っていうのは、うん、僕も実感としてなんでこんないい人たちが来るのかが分からなかったですね。今のゼロ時のオーナーもめちゃくちゃ優しくて前向きでいいでしょ、はい、だからそれクラス一時で来るのよ。なんでかっていうとそれは知るきっかけがなかったとか知るタイミングが遅れたっていうぐらいの人だったりもするわけさ。あ、うん、なるほど。だから逆に一時の人っていうのはゼロ時で知ってたけどそこで一時っていう人もちろんいるけど、一時で知ったから一時みたいな人もいるわけだからね、はい、多分素敵な出会いがあると思います。ナオルを進化させてくれる。でそんなオーナーさんに真摯に今の事業の状況を話して未来があるということを示して共感していただける方に参加してほしいですね。はい、加盟説明会はこちらからなので、もしキャメラの方はぜひお願いします。はい。